本日、はい、ゲストとしてお越しいただいている犬神コロネさんとソニックのコラボ企画が決定しました。わーい、ありがとうございます。これです。かっこいい、はい、本日より犬神コロネさんにはソニックアンバサダーとして就任していただいて、はい、様々な企画を通じてソニックの1年を盛り上げていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう初っ端からずっと緊張してるんですけど頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてこちらの企画ソニコロ2022、これがね、あのオフィシャルロゴになっています。これソニックと、はい、コロネちゃんの要素がバランスよく、ね、入ってて可愛く、そして元気いっぱいのロゴ。何か気になるポイントとかありますか、コロさん。気になるポイント、ソニックとコーネのついに融合しちゃったみたいな、なんかすいません、まだ緊張しててすいません、うまいこと言えないけど、すごいなんか楽しみですソニコロ2022ですが、まず第1弾の発表としてこちらをご覧ください。はい、8月19日に公開する映画ソニックザムービーソニック VS ナックルズ日本語吹き替え版の声優として犬神コロネさんに参加いただいております。わー、すごい。でまだどこで出てくるかはまだ内緒ということなんですが、もう収録は終わってるんですよね。8月の19日以降に映画館で、まあ、どこでコロさんの声がするか耳を澄まして探してみていただければなと思います。はい、耳をね澄まさないともしかしたらわからないかもしれない。頑張って探してください。はい、もう一つ実は発表が、皆様にお見せしたいものがありまして、今ちょっと3人の画面になっちゃったんですが、確かにコロさんには準備をいただいておりますが大丈夫そうですか。大丈夫そうです。おお、大丈夫そうですか。うまくつなげた。あ、緊張するお願いします。ただいまー。来た来た来た。おかえりなさーい。おかえりなさーい。ということでソニック衣装に着替えてきました。かわいい。え、どうかなどうかな。めちゃくちゃかわいい。コラボの記念したスペシャル衣装ですかね。はい、いいですね。はい、お着用いただいております。めちゃくちゃ似合っておりますが、着心地はいかがですか。めっちゃふかふかしてます。あ、ふかふか。ふかふかしてるんだ。改めまして、スペシャルコラボ衣装の公開ということで、今後ソニコロ2022の企画を一緒に盛り上げていただく際には、はい、こちらの衣装をご着用いただくことになります。この画面だとデザインがじっくり、うん、コロネさんが大好きなねナックルズも優しくホールドしてる感じですよねそうなんです。ちょっと束縛しちゃってねそっちかい。優しくじゃなかったんですかねお気に入りのポイントとかありますか、コロさん。机とかに足をぶつける癖があるので一個ね首輪にリングを下げてることも大丈夫なんだということで、やっぱリングですかね。おすすめポイント、気に入ったポイントは一個持ってれば大丈夫だよね。なるほどね、持ってれば大丈夫ですね。はい、安心ですね。それでは盛りだくさんの内容となりましたが、今後もソニコロ2022のさまざまな企画を順次発表していきたいと思っております。あと LINE スタンプなんかもね売ったりとか。そうなんですよ、LINE スタンプ楽しみにしてください。おー、めちゃくちゃ楽しみ。さまざまな方面からソニコロ2022を楽しんでいただけたらなと思っておりますので、続報をご期待ください。